アリス川、お前にあんな妹さんがいたなんてな、可愛くて仕方ないんじゃないか。おお、さっきまでな。いやあ、そこまでは。でもなかなか元気でいい子じゃないか。兄をよろしくなんて首相なこと言ってたぞ。いや、残念ながら何も分かってない。ただのいたずらだとは思うんだが。おお、妹さんによろしくな。そいつをお出ししたら大層喜んでくださいやした。家に持って帰って食べたいっておっしゃるんで、いくつか包んでお渡ししておきました。さあそこまでは。さあその手のことは一家さんに聞くのが一番じゃないでしょうか。妹さんによろしくお伝えください。お、アリス川巡査、可愛い妹さんだな。本当ですね。ああ、ついさっきまでな。アリス川さんのことを探してましたよ。そうそう、アリス川くんの妹さん、多分二十歳前くらいだと思うんだけど。見てないな。そう、うん、どうも。妹さん見つかった？ええ、私もアリス川くんの妹さん探してるんだけどね、どこにもいないのよ。まあまあ、そう怖がらないで。よくぞ聞いてくれました。それがさ、総務にハーベイちゃんの本物をついこの間彼氏に買ってもらった子がいるって話なのよ。ちょっとその子に話を聞いてみるつもりなんだ。ふん、どう？恐れ入った？私の情報もすごいでしょう。いるのかしら。いろいろ聞きたいことがあるのに。しまった。警戒させてしまった。アリス川巡査、どうしたんですか？どうしたの？ぼーっとしちゃって。
当？実は何か隠してるんじゃないの？いや、何か隠してる。さあ、正直に話してみなさい。こちらこそ。千春ちゃんか、よろしくね。あ、アリスガー君、ケイラの前にミーティングらしいですよ。先日押収した工業用火薬を午後本庁に輸送することになった。本庁にですか？ああ、うちに保管しておくには少々危険なんでな。でだ、一課の方から警護の要請があったんだ。例の無線介入事件もある。ここは手分けして任務についてもらいたい。致し方あるまい。で、仕事の分担だが、白バイ隊は移送車の警護を頼む。他の者は引き続き警らをしつつ無線介入班を追ってくれ。了解。気をつけてね、中島くん。なに、心配ないさ。ちょうだいよ、無線介入班。あんたの逮捕に
私たちの温泉がかかってんだ。アリスガ君、どうしたの？どうしたの？ぼーっとして。早く行きましょう。